Resident Evil Revelations. We lost contact with Chris and Jessica. The signal was lost over the ocean. Queen Zenobia. Right here on this ship. No signs of life. But I feel like something's here. I think it's a gun. This is not good. Where are you, Chris? Chris! What is this? Oh, great. Shit! It's a trap! It's time you learned the truth. It's Valentine. やっていきましょうか。 Biohazard Revelations Unveiled Mission Double Mystery ということで、ブルーホースでございます。いや、なんか前回マジでただただおっさんが発狂し続けただけのムービーだったよね。ほんと失礼しました。いや、で一応いろいろパソコンの調子なんか等々も調べてみたんで、なんとかならないかなーと思ってんすけどね。まあ、こんな雪山の中で一体何が待ち受けているんだーっていうことなんですけども。ああ、スナイパーライフが重いよー。出し切れーって。いいよ。待ってあげるよ。お姫様抱っこさせてくれるんですからな。いやー。あ、大丈夫大丈夫。ハイキング程度で足太くなるなんてことないから、スクワットを自分の体重以上の重さをやらない限りはね、足が太くなるなんてことはないですからね。だから女性でさ、Maybe it's the weather, なんか、ね、私筋肉が太くなっちゃうのとかって言う人いるけど、あれ絶対ありえないからね。安心してね。自重レベル程度で足が太くなるなんてことはまずありえない。ああ、なんかもう嫌な予感がする。もうすでに嫌な予感がする。シューあ、the plane! バン !My god! It crashed! It crashed!そうなんだよね。これ果たしてこうやってたたたたたたた。And the intel we got on Veltro was on the money. Come on. よし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 。やっぱりいろいろパソコンのこと調べてみるもんですね。うん。なんとかなりそうな予感がしなくもなくもない。ここのとこは今のとこ何もないってこと。え、ちょっと待って。99% になってる。あれ、これジルトの引き継ぎだったのか。引き。ふい。ふい。いや、こんな近くでさ、ドーンってなってるんだったらさ、もっとどえらいことになってるんじゃねって思うけど、Investigate the site. Let me know if you find anything. じゃあ、これを、待って、調べます。もうなんかもうすでになんかね、いろいろとね、逃げていきましたぜっていう旦那って感じで、鉄柵が何か強いしか、ああ、なるほどね。だからこれがえぐれたせいで、なんか、なんだっけ、忘れた。ああ、違う、I found some faint traces of a virus here. やった。OK。よし。Hard to say. I find it difficult to believe they survived Terra Grigia, though. 1年前の経験者に信じがたい話。そっか、これ一応2004年にテラグリジアパニックが起こったけど、2005年の話になってるから。ああ、始まったよ。ジェネシスを使うとすぐこうなる。あ、もうダメだ。やっぱりダメかもしれない。これで何がダメかって、うわぁ、でっか、おっきい。こんなに大きくて太くてたくましいの初めて。違う。特になさそうかな。オッケー、じゃあこっちかな。で、オープンです。うえぇ、多分なんか突き刺さってんだろうな。あ、お手形。あ、お手形なんかあったよね、確かね、そういえば。で、こいつ。ベルトルの工作員、ジェネシスで調査してみよう。お乳ちょうだい。鋭角ってか。で、なんか地図。違う、飛行計画書。The manifest should give us a lead to work with. ここから目的地が割り出せるな。バルコリネン勃起。あかん。If that's where they are, this mine should take us there. 行動抜けていきましょう。もう得られる情報はないようだな。しょぼい。で、認証キーがない。あ、これあれか。あっち行かないといけないんだな。で、こっちは、スイッチが。これちょっと待って、ちょ。これって F で調べたら、ああ、じゃない。普通にあれか、何で壊したっけか。はい、OK。じゃあ行きましょう。いやー、ほんと10年ぶりにやるってことね、なかなかね、ゲームシステム等々がね、これまでさ、こう、RE4 やって、6やって、で、今これだからさ、うわー、こんな重いもの持っちゃったら腕が太くなっちゃう。それは確かに太くなる可能性はある。近接攻撃は長押し。あ、はいはい。ということね。
で、こっち進んでいくのはいいんだけど。You should have worn your thermal underwear. こえたよ。もう嫌な予感が来るよ。クリスは70発持てんのかよ、銃。わー、広いスペースだな。来た。よいしょ。あー、やばい。 I think they're infected. Careful, Jessica. やばい。あー、ちょ、オッケー。頭切れ。お玉ちゃんが切れた。オッケー、これでオッケーかな。よし。お玉切れ。墜落機の積み荷。Looks that way, doesn't it? 可能性高いな。オッケー。奴らが本当に復活したんだとしたら、まあ大変なことになっちまうよね。ということで、ほい。パンタマー。で、どっちからも行けるのかな？一応なんか、地図的にはなんかどっちも行ける風な感じになってるけど。わぁ、大きいのがいる。だって、買った。これ登ってくる。うわぁ、超ジャンプする！ジェシカ頼んだ。俺は逃げる。ほい。の銃がね、ライフル使ってるのに全然食らわないんだよね。当たってねえのかよ。ほい、オッケー。よし、オッケー。降ります。これどっちから行ってもよかった。あの大きいの強かったね。やっぱり大きくて硬くて太くてたくましいのはやっぱりあれなんだね。ちょ。なんかちょっと待って、あっちの方に武器がたくさんあるんだけど。あれ？なんかこれボスに出てきたっけ？普通にワンちゃんだけなんじゃなかったかな。まあ、ありとあらゆる敵がさ、たくさんいる中でさ、やっぱワンちゃんとハンターは強いから大変だよね。普通にちょっとが使ってもいいのかもしれない。ハンドガンだけになるし、そう、だから一番心配してるのがさ、とある場所なんだよね。ということで、お箸を渡ります。わー、来た。どこ？あー、ちょ。おら。多分、犬の倒し方はこれがない、こうじゃない気がするんだけど。あ、やった。今なんかあったぞ。ちょっと、キーアイテム。今何拾った？フライト。ああ、なあ、調べられるんだ。IFR。うん。で、デルモンテエアベース。これ、英語じゃないのね。あ、じゃあ、これはあれだね。ゲームの基本操作プレマニュアルは、これは書いてあった。違う。で、棒デコイがあるから、これは、貯めておかなきゃいけなくて、こっち降りていくとなんかいっぱい出てきそうだな。ちょっと待って、その前に、武器で、これは？マップ今あれなのか。開けないのか。オッケー。じゃあ、ここはもう普通にショットガンかな。多分いっぱい出てくるよな、これね。やっぱ出てきた。おりゃ！あ、でかい！でかい！ちょっと待って。痛い！やばい。こうやって慌てると大変なことになるから。ほい！あ、下手くそ！よいしょ、ちょっと待ってね。弾をチェンジして。はい。出た。暴走モード。あ、痛い。出た、暴走モード。やばいよ。やばいよ。おら。構え、発射。よし、オッケー。よし。そうなんだよね。途中でさ、残念ながら、ジェシカちゃんと離れちゃうタイミングが来る。あ、80発なし持てないね。了解。そう、ジェシカちゃんとまでしか、こうね、離れていっちゃう。ここなんか、あーたた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 
だって多分アイテム引きつ…あ、違う、あー、これで OK ね。よし、ブンブン、よし、あー、出た、時折始まる発作、未だに治ってない。これ多分…あー、出た、発作、これ多分ね、もう…アレン戦とか出てん。ジェイ、あ、ジェイ、ステイフォーカス。こいつに色恋沙汰って本当にあるのかな。Yeah, my partner from before. What about it? Just asking.
めちゃめちゃ声が響く。どうした？焼いてるの？私とジルどっちの方がいい？まあ、おっぱいはまず間違いなくね、あのジルっすね。それはもう比較のしようがない。どうしよっかな。回復。4つあるし、4つあるから1回回復しようか。じゃあ、お先どうぞ。私待ってるんで。あ、ハンドガン。オッケー。あ、じゃあ、お先どうぞって言って、じゃあ、俺が先に行くべきだった。しまった。キャーッシュくるっと、オッケー。仕方ないね。さあ、これでどうなるかだな。あんまり良くないです。I'm not going anywhere for a while. やばいよ、やばいよ。さあ、ギリギリまで待つべきだね。来るよね、来るよね。あ、出た。あら、来てる、めっちゃ来てた。仕方ない。よいしょ。あ、やばい。この距離で爆発したら俺も死ぬんじゃねえか。俺も死ぬー。何にも起こらない。すごい。何にも起こんなかった。これ、あれじゃないの？野生生物なんじゃないの？普通に。あ、一発で死んでる。あ、助けてくれた。あ、ありがとう、ありがとう。ジェシカ？やったまんめっちゃあるよ。ジェシカは、あ、痛い。おい、行っといて。あ、だから目の前はダメです。目の前はやばい。うわーって。助かった。あざす。愛しのジェシカちゃん。ジェシカ。あ、ちょっと待って、銃が、あ、効かなくなった。痛い。回復。もう一個ポイ。ほらほら、美味しいお餌だよ。おいで、行っといで。あー、ただし、味は刺激的だけどな。あ、ちょ、待って。バコバコ撃ってんのはわかるけどさ、バコバコ撃ってんの、ってか、長くない？ジェシカ？あ、ジェシカ来た。ジェシカちゃん、助けて！ジェシカ！違う、なんか、言い方があれだな。なんか違う、目的が違う感じになってきてるー。やばい、痛い。とっさに右に向いてくれないというね。何のハンデプレイだよ。あざす。助かってないね。来るね、来たいね。あ、ちょ。よし、オッケー。これもう普通に、立てよ。クリス、立てよ。近づいてきた。おい、痛い。まただ。こんな長かったっけか、ここ。まだいっぱい出てくる。お待たせしました。おー、ジェシカちゃん、ヘルプミー。お尻、お座り。お手待て。ありがとうございます。立てます。Thanks. I'll be okay. ついでに足以外のとこも立っちゃった。ごめんね。ねえ、さっきの話続き。Bring what up? 何のどの続きだ？とぼけちゃって。だから、おっぱいは、There's no need to compare. でも、全体的な、その、Besides, スタイルで言ったらね。Trust is built through actions, not words. うわぁ、つまんない男。まあ残念ながらね、信頼を勝ち取る前にね、まあまああれだよ、肉体でいいっすよ、うん、そんな別にそんな信頼なんて、そんなね、もうお金になるかどうかもわからないものよりもやっぱり、ね、肉体をいただけたらそれで満足でございますから。はーい、よいしょっと。でちょっとちらっと、あ、なんかちょ、その逃げないで。そう、どうです？まぁ、ちょっとね、紫のタイツっていうところがエロいよね。足先が冷えないのちょっと残ってるっていうかね。まぁ、この先もっとエロい姿を見ることができますんでね。ということで、あれが空港。あれ、あそこに来るんだったっけな。クリスでここに行くっていうことはなくて、確か一回戻るみたいな、そんな話だったよな。オッケー。よし、じゃあ、なんとかクリアすることができた。これ、弾引き継ぐのかな？どうなんだろう？わかんない。こちらフォークウォール。I read you, sir. Are you all right? 今どこ？雪山にいますよ。なんだかんだやっぱクリスの声、これが好きだな。あれは罠だったのか。どういうこと？他の情報のやつだったら、いやー、あれだね。偽の情報に踊らされたふりをして、実はしてたけど、ちゃんと雪山にいるかどうかっていうのを確認しているっていう、こう、ちょっと、いやらしいあれだったよね。バウトロー。あれはあれだな、レイブンクローのマークやな。バウトロー紋章。Then stories of the resurrection are true. If that's the case, then...パーカーが罠をはめられた、もしかしたら奴らが、いや、はめはめしたかもしれない。
了解でございます。いってらっしゃい。何も立ってください。はい。ということですね。Any idea what's going on? 何が起こってるかというと、内緒秘密、シークレットでございます。はい、じゃあ無事ね、クリアすることができました。一旦リザルトですね。いや、S ランクを取るのはなかなかね、この環境では難しいところでは正直あるんですけれども、まあ無事クリアすることができたので、お咎めなしというところでございますね。はい、じゃあ次に進んでいこうと思うんですけれども、一旦こちらで終了とさせていただきます。動画ご視聴最後までごいただきましてありがとうございました。また次回パートでね、お会いできたら幸い嬉しいでございます。では、また。